つま先高鳴る鼓動、何度も何度も胸に手を当ててみた。見えないハードルにつまずいた時、あなたの気持ちが少しでも分かりたくて、スタジアムに響き渡る歓声を吸い込んで、あなたはゆっくり立ち上がる。続けて、いつも